私は堺市南区、先ほどの森田さんが北区だったわけです。南区から来ました。つい2年半前までは若い方に住んでたんですけども、引っ越して、堺の住民になったんですけど、やっぱりこっちに来るとね、なんかふるさとに帰ったような気がします。1曲目は風の、ふるさとの街は今もっていう47、8年前の曲なんかちょっとやってみます。